どうも、ヌヌです。鬼武者3、続きを遊んでいきたいと思います。未来の様の付けの方に戻ってまいりました。で、黄色い炎の方を、先進んでみようと思いますって、なんか降りてきたよ。痛いな。敵にとどめさせてるところでしょうが。ここに入るとなんかボロボロだけど、あ、これが取れるんだ。で、ボスが出てくる。ギルデスさん、お目に面白いものを紹介しよう。ランマル？ランマル、お前はもう今までの弓矢はもうない。その強さ、カナムシケラに見せてやる。哀れな姿になったな、ランマル。黙れ！俺は最強の力を得たのだ。行くぞ、サマラスケ！どうした？お、一戦できた。カジキ一戦かな。お前は持ってやってんだよ。いやらしいな、こいつ。
サマノスケ、今回は見逃してやる。やだよ、見逃してやるってこっちが見逃してあげるわ。なんか動き出したぞ。HP やばいからこっち戻って敵いないんだけど、いないのね。痛い痛い痛い。こっちにはないかな。こっち側見に行ってないんだよな。何もないか。オッケー。 HP もわりかし回復したし、気力の方は回復できる場所があるから回復して、で、こっちの方にこれを振れば、ジャックにこっちではめてもらって謎を解いて、サマノスケの方で新しいやつをくっつけるみたいな感じ、入手するみたいな感じかな。はい、違うは何があるかな。これ一戦できないのか。この武器よりも多分こっちの方が使いやすいかもしれない。痛いな。
右角を失ってる。なんかあるんだろうな。これで未来の方に行くのかな。もしかしたら上で転送装置があるの